お盆をふるさとや行楽地で過ごす人たちの帰省ラッシュが始まった新千歳空港。航空各社では今日が道内への到着便のピークで、予約率は 73.3% とコロナ禍前の7割から8割程度にまで回復しているということです。2年ぶりです。まだまだ油断できない状況だと思うので、息子にもマスクをしっかりさせながら少しでも楽しめればいいなと思っています。おばあちゃんたちに会って、であとちょっと観光、水族館行ったりとか、ちょっとゆっくり過ごそうかなと思ってます。 JR 札幌駅も大きな荷物を持った帰省や旅行客などで混雑していました。 JR ではお盆期間、指定席の予約席数が北海道新幹線と在来線特急を合わせて去年の 2.5倍、新函館北斗駅では北海道新幹線を利用する人たちが多く見られました。家族でちょっと旅行したいなって思っていて、ちょっと感染者も増えてたので心配はしてたんですけど、思い切って来ました。一方、こちらは車の渋滞が発生していました。行動制限のないお盆とあって多くの方がお参りに訪れていて、交差点には途切れることのない長い車の列ができています。札幌南区の真駒内滝の霊園では、いつものお盆の光景が戻りつつありました。3年ぶりに行動制限のないお盆ですが、分散して個別に先祖の墓に手を合わせに来た人や、中には3家族一緒に訪れた人も。先祖の供養ですからね。毎年この時期になれば必ず家族で揃ってっていうのが恒例だったんですけど、今またコロナも増えてますけどね、こうやって来れたことをね、良かったなっていうふうに思ってます。今日は祝日、山の日です。大雪山系旭岳では登山客の姿も。北海道警察です。山の日の啓発で来ております。足元に気をつけて。本格的な登山のシーズンを迎える中、警察官6人が登山者に山岳遭難の防止を呼びかけました。特に下山時には、転びやすい、滑りやすい、地質になっておりますので、足元に十分注意をして下山していただきたいと思います。3年ぶりに行動制限がないお盆休み。今年は祝日も重なり、人出はコロナ禍前に戻りつつあります。